何？あの声は何だろう。常盤動物園アジアの森林ゾーンと体験学習館、2015年春オープン。常盤動物園を探検中です。おや、何か観察中ですよ。こんにちは。こんにちは。スタッフの方ですか？はい、飼育員です。今忍者のように飛んでいるのは白手テナガザルです。白手テナガザル？枝から枝へ素早く飛び回る姿はまるで木の上の忍者。白手テナガザルは大きな鳴き声で家族が会話をしたり縄張りを主張したりしています。常盤動物園が自慢できることは、はい、生息地に近い環境を再現しているのでその中での動物の行動を見ることができます。ぜひ見に来てくださいね。白手テナガザルが木の上の忍者なら、こちらは水中の忍者？水の中を素早く移動して小魚などの餌を取るコツメカワウソです。アクロバットのような素早い動きで獲物を捕らえます。ほら、ここでは日本初となるコツメカワウソとボンネットモンキーの同居が見られるんです。結構うまくやってるみたいです。ここではこんな出会いもあります。カメさんも一緒に暮らしてるんですね。常盤動物園のアジアの森林ゾーンにはハヌマンラングールとシシオザル、トクモンキーもいます。いろんな個性を確かめてください。常盤動物園の体験学習館モンスタ、動物や環境について体験して学べ、いろいろな企画が楽しめます。ズーベニア館にも寄ってくださいね。常盤公園に新しい動物の森ができました。みんなで遊びに来てください。2016年春には常盤動物園グランドオープンです。お楽しみに。